8月9日、ジャスミン・ユーの急死によりバンド活動を一時休止。ジャスミン・ユー、僕はユー君と呼んでいたんですけれども、本当にいいやつでしたね。何でも相談に乗ってくれたし、いつもみんなの聞き手に回ってみんなの気持ちを受け止めて、バンドをね、温かく包んでくれるような存在でした。ムードメーカーでもありましたしね。やっぱり彼が一番大切にしていたのは、もちろん音楽ではあるんだけれど、それと同じか、もしかしたらそれ以上にバンドとファンの皆さんとの間をつなぐこと、彼は本当にね、ファンの皆さんのことを僕以上に大切にしていたんじゃないかなと思います。悔しいけど、ファンの皆さんに対するね、気持ちを表現しろって言われたら、彼にはなかなか及ばないですね。僕にはありがとうと歌を歌うことしかできないけれど、彼はもっときっといろんなことができたと思います。彼が亡くなる少し前、二人で会いました。普段はね、僕たちの話を聞いてくれるユウ君が、その日は僕が彼の話を聞きました。彼なりに言いたくないこととか、そういったことも僕に打ち明けてくれて、すごく心を許し合える関係になれたと思った矢先のことだったので、本当現実を受け止めるのが辛かったですね。